そもそもですね、ルイボスティーっていうのはどういったものなのかっていうことについてね、お話ししていこうと思います。どうも、ファスティングマインさんのアキです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日はですね、ルイボスティーのお話をしようと思います。で、ルイボスティーって体にいいっていうのはなんとなくは分かってますけども、まあそもそもなんやねんと。っていうところをですね、ご存知ない方が非常に多いと思います。あなたもそうじゃないでしょうか。ルイボスティー、体にいいっていうのは分かってる。ノンカフェインのお茶だっていう、ハーブティーのお茶だっていうのは分かってるけども、けど何なんだっていうところですね、分かってらっしゃらないと思うので、そこをですね、詳しくお話ししようかなと思います。で、まあ、ルイボスティーっていうのはですね、美容だったり、アンチエイジングだったり、こう、ダイエットだったりとか、あとはこのアトピーを治すために非常にいいと言われてるお茶ですよね。で、こういったものっていうのは何なのかっていうことをお話していこうと思うんですけども、で、そもそもですね、このルイボスティーっていうのは、南アフリカ共和国のセダルバーグ山脈の一部でしか作られないお茶のことを言うんですよ。もう一回言いますよ。南アフリカ共和国のセダルバーグ山脈の一部でしか生育されてない、育てられないって言われてるハーブティーなんですね。本当に奇跡のお茶なんですよ。この山脈っていうのは非常にね、このお日さんの照りっていうのがものすごい強いんですね。で、ものすごい強くてめっちゃ乾燥してるんですよ。で、乾燥してて夜になったら寒くなるんですよ。っていう風にね、温暖さっていうのもすごいですし、乾燥状態っていうのがある中で、そんな強烈な環境で育てられるハーブティーなんですね。で、こんな状況でですよ。こんな状況であなたが置かれたらどうなるかって言ったら、あなたもそれに対応しないとダメですよね。つまりそんな強烈な環境の中でも生き抜いていく力のある、パワーのある草ですよ。それがルイボスティーなんですよね。そう、だからこそ栄養素がものすごいたっぷり入ってるんですね。このルイボスティーの特徴っていうのはやっぱり抗酸化作用っていうところですね。まあ、いわばアンチエイジングと言われているように若返りホルモンですね。人間って酸化しちゃうと老化してしまうって言われてますよね。だからその酸化を防ぐっていうところにすごい特化しているっていうことなんですけど、これはこのルイボスティーがですね、すっごいきつい環境の中で育てられるっていうところで、自分自身がね、身を守るためにこの抗酸化作用っていうのがものすごい強くなって、で、お茶になっていくっていうことになってくるんですね。まあ、何がいいかって言われるとですね、栄養価の高いっていうのももちろんあるんですよ。栄養価も高いっていうのもあるんですけど、ノンカフェインってあるっていうところもポイントなんですね。で、これノンカフェインであるっていうので、だから、まあ、簡単に言うとですね、老若男女、誰でも飲めると。で、赤ちゃんからお年寄りまで、もう皆さん幅広く飲んでいただけるっていうことなんですね。で、まあ、実際にですね、私も娘に飲ませてます。娘に毎日のようにルイボスティーを飲ませてるんですね。で、それを飲ませることによって、娘もですね、やっぱり体調悪くなることってほとんどないんですよね。で、僕自身アトピーだったから、娘もアトピーになるんじゃないかって不安があったんですけど、それも全くなかったですね。ですし、自分のね、奥さんもですね、蓄膿とかもあったんですけども、そういったものも全くなくなりました。っていうぐらいですね、栄養価がものすごい高いものなんですね。特にカルシウムとかミネラルとかセレンとかそういったミネラル分っていうのが非常に多いですし、鉄分とかも入ってますので、本当にね、普段のお茶では取れないような栄養素もしっかり取れるっていうのがこのルイボスティーの特徴なんですね。で、さらに飲みやすいし、ノンカフェインであるっていうところです。だから本当にいいとこだらけではあるんですね。っていうところでですね、やっぱりこのルイボスティーっていうのをですね、もっともっと知っていただきたいと思ってます。あなたにもっとルイボスティーの効果効能を知っていただきたいと思うのでですね、今回はですね、このルイボスティーっていうのはどういったものなのかっていうのをお話だけさせていただいて、次回ですね、またその効果効能についてですね、もっとより詳しくお話していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。というところですね、本日はルイボスティーっていうのはどういったお茶なのかっていうことについてお話をさせていただきました。本日の内容ですね、よかったらまた、いいねボタン、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いします。あとですね、もっと詳しく聞きたいっていう方はですね、下にリンク貼っておきますので、いつでもご連絡ください。というところで、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。